ミューたちで楽しいショーを皆様にお送りいたします。どうですか、お正月は楽しかった？もっと楽しくてね、もうモリモリ食べてしまいました。 あなたは、お餅が好きですからいっぱい食べました。あんた、はい、では舞台で頑張ってみて。そうですね、では行きましょう。今年初めての挑戦コーナーです。これはユニフォームはちょっとダブダブなんですけども、阪急ブレーブスの本当の、あのユニフォームです。ですから今日は野球に挑戦してみます。ゲストは、上田監督と、新人王獲得の山口投手です。どうぞ。どうもおめでとうございます。また昨年は本当におめでとうございます。あのみんなでね応援していたんですよ。はい、もう必死でね。あのところで監督さんは宝塚をご覧になったことありますか？いや、テレビしかあんまり見えないですね、忙しくてね。ありゃあ、ほんまに。あの純子ちゃん、ちょっと山口さんに聞いてください。あ、ね、このどんな手でね投げはるかちょっと手を見せていただきたいと思うんですけど、あ、やっぱり立派な手ですね。ね、おとみはどんな手？いや、あんまり変わらへんような手やね。ちょっと変われへんの違うね。グローブいらない手なんですよ。もう本当に。ね、それであのありがとう。シーズンはあのもう入ってるんですか？いや、あの15日からですけどね。あ、15日からですか？あ、そうですか。もうすぐやね。ではね、では、あ、では、ボールはここにあるんです。あの、すいませんけど、あの、握り方を教えていただけますか？はい、はい。まっすぐはこうですね。まっすぐ。はい。あと、カーブがこう、横から見える。こう。ボールがないと、なんか、変な手つきですね、こういう。あ、まっすぐ。V みたいにするんですか？いや、なるべく合わせたこう。あ、お寿司やね。お寿司握るとき。ああそうですか。あ、それかこうね、これでバッとストライクですか？え、これだけで。あ、これで、これだけで。そんな感じ。見たんと野球は
なんか下にポンって行きそうね、行きそうよね、すっぽんポンって。あ、そうですか。そしたらすいません、投げ方を、はい、私たちに教えてくださいますか。はい、はい、じゃあお願いします。わあ、嬉しいね。ね、あ、上田監督は元キャッチャーやったんですよね。よう知ってるでしょ。一回だけ見たことあるね。入ってるやん。いやー、いやー、あれがやっぱり優勝。いやー、すごいね。うまい、うまい。もう一回、もう一回、もう一回、かっこいい、ね、あの本見ときなさい。ちょっとあの後ろで、いや、あー、あるやん、ね、いや、さすがやね。そしたら、翔ちゃん、ちょっとお願いして、はい、ね、練習して、うん、頑張ってね、頑張って、頑張って。あー、ピッチャーはピッチャーはバッタ、バッタ、すいません、私野球知らず。あ、バッターはバンビーズです。はい、頑張って。うん、足がいい。ね、ああいうのできる。もう一回頑張れ、翔ちゃん。教えてください。もしホームちょっと不細工なとこあったら、ホーム教えてください。ちょっとお尻が突き出してください。はい、頑張って。もうちょっと翔ちゃん頑張って。はい、もう一度、はい、お尻を引いて、いや、出してください。引いてどっこいしょ。はい、では純ちゃん、はい、純ちゃん。難しい、うん、そう、頑張ってね、はい、これやって、はい、ボールも山口よりコントロールいいですよ。は、山口よりもコントロールいい。山口よりコントロールいいって、翔ちゃん。よかったね。
オスカル、オスカル。今年宝塚4月は大劇場星組、そして東京は雪組、そして日本全国縦断は花組でベルサイユ皆様とお目にかかります。翔ちゃん、おとみさん、はい、今年の抱負を言ってください。そうですね、やはり全国回りますんでね、ベルサイユを初めて見られる方もいると思うんです。だからもう絶対頑張ってね。そうですね、はい、全国の皆様に ねお見せしてください。おとみさんは、ベルサイユもやりますけど、はい、2月の半ばから3月いっぱいまでまた大劇場で新しいものをやります。どうぞよろしくお願いします。りゅんこちゃんは、そうですね、今年は元旦早々舞台でしたし、1年間いい役してね、いい舞台をたくさん残したいと思ってます。そうですね、で月組は3月東京で赤と黒を皆様にお見せします。どうぞ今年も宝塚をどうぞよろしくお願いいたします。それではベルサイユの主題歌を、白バラの人ことぶきひずるが歌います。ではどうぞ。楽しく過ごしてまいりましたザ・宝塚、いよいよフィナーレでございます。それでは、皆さんと楽しくフィナーレをお送りいたします。レッツゴーフィナーレ。若い命を燃やすのさ。